今日も激しすぎるよ。だってさ、お前が激しいんだろ。だって僕の弱いところ知ってるじゃないか。そこは全部知り尽くしてるもんな。どうする？再開する？てか悪いけど出会ってくんねえかな。ちょ、なんで急に。いや、いいから今日はもう帰ってくれ。終わったんだからいいだろ。終わったから帰れってひどくない？帰れよ早く。もう先にあなたを帰させるけど、ちょっとそれひどくないか。もう終わりなんだから帰れよ。帰ってくれよ。今日はもう帰ってくれよ。そうだな、確かにその顔見てたらもう帰るよ。ごめんね、また連絡するから。またな。うん、じゃあね。はい、まあ、はい。はぁ、いつも帰ったか、やっと。ピンポーン。さっさ帰れよ。お、誰だ。はいはい、ガチャ。お、お疲れ。なんかどうした、何バタバタやってんの。なんか言うか。わかんねえけどよ。なんこれ、どうしたんだろ。なんこれ、あ、それ怒るね、さっきからあるよ。あんの。うん、なんかさっきついてたしな、俺自分に。あ、そっか。うん、どうだ、今日どうした。どうした、似合うか。そうかそうか。あのさ、お前誰。わかんねえな。今日なんか、今日か、この部屋、変なやついないか。見えねえか。見えねえ。俺見えんだけどさ、なんかここに、あ、うちなんか、うちに特に誰も来てない。キバクレーみたいな、この部屋にね。いや、わかんない。俺はわかんない。ほら、霊感とかないからさ。あ、そう。うん、ちょっと霊感強いのかな。強いんだ。実感しなかったけど。だこの間さ、ほら、かがことさ、けいことさ、4人鉢合わせもあって。なんかいっぱいおかしいんだけどさ。どうしたんだよ、急に。なんか寒気がしたの、ごめんな。寒気か。俺なんか今、ゾクッとしたけどな。でさ、こめかみが締め付けられるんだけど、なんだろう、これ。でさ、まあ、今、かがこと付き合っててさ、で、昔稽古と付き合ってたんだけどさ、あのさ、ぶっちゃけなしさ、二人とも俺の男にしたいんだよな。え、二人とも言う俺の男にしたい。それはちょっとまずいんじゃないか。いや、いいだろ、こんな愛は何個でもあんだよ。何個でもっつったって、バレなきゃ何人とでも付き合えんの。バレなきゃいいかもしれないけど、一夫多妻とか言ってるしよ。なんだよ。どうした、バタバタしてくる。なんかさ、見えたんだよ、変なのが。気持ち悪い。ちょっと引っ越すかな、俺も。なんか、引っ越した方がいいぞ。だからさ、頼むからさ。いやでも、なんだろう、俺はあんまあれだけど、実は、お前と羽賀は兄弟なんだよ。は？お前は知らなかったと思うけど、実は兄弟なんだよ。俺と羽賀子が兄弟？そうだ。まあ羽賀子なんて言ってるけど、まあ、実は羽賀男だけどさ。あ、そうだ、羽賀は兄弟なんだよ。なん俺と羽賀が兄弟？そうなんだよ。嘘だよ、そんなの。嘘じゃねえよ。嘘だ。来たー、なんか新人君のセリフ降りてきたー。どうして、大丈夫か。待てよ。なんか嫌になっちゃったな、もう。鼻かゆいし、落ちてくるし。ただ、ロバッツとセックスしてるだけだもんな。どうしたんだよ。何？なんでもない。まだまだね、修行が足りないね。修行、
どんな指導すればいいのかな。まあ、まず私は胸から入れたわ。胸から入れた、シュートしたわよ。私足りない、やっぱり A カップじゃ、リアル A カップじゃ足りない。リアル A カップじゃ足りないわ。足りない、そっか。なんかちょっと苦しいな。胸から、胸から、じゃあまあまあそれはおいおいとどうにかするとして、うん、じゃあ何か気持ち的に足りない面とかってあるのかな。気持ちの気持ち…なんかあった？大丈夫？何もない。そんなに涙が出てくることがそんなに悲しいの？悲しい。辛いのね。辛い。もうわかるわ。私もそういう頃をね過ごしてきたから。もう辛くてしょうがないの。本気で泣いてるもんね。もう辛くてしょうがないの。ああもう辛い。辛い。ああ。うん。辛い。辛いよ。辛い。辛いね。辛いわ。辛いね。辛いわ。止まらないもんね。止まらないの、本当にもう悲しくてさ、もう本当にこの先どうしたらいいか、もう私どうしたらいいか。みそのことだから、私みたいに女にな、性別的にも女になってみるとかどう？どう？あ、そういう感じ。うん。これ喋れ。これ喋れないんだけどさ、だって面白すぎて涙出てきた。もう笑うしかない。もう、あ、悲しすぎて。悲しすぎて笑うしかない。笑って涙出てきた。本当に涙出てきた。もうあれだね、あれだ。でもやっぱり、でも男の体のままでやっぱり。男の体のままでいたいの？ノガチと、ノガチとセックスしたいな。そうなの？うん、やっぱりそう、うん、でも女の体になるのも気持ちいいけどね。いや、俺は男のままで、男のままで聞くのものがいい。じゃあ、頑張って。頑張る。ありがとう、ママ。ママ、やっぱり、ノガチとセックスしたい。